皆さんこんにちは。イエガーラフト KMT 小中ファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。最近ですね、この子にねちょっと翻弄され続けてるんですが、今ですね、部品のですね試作だとか、それからですね、こちらのねマシニングセンターでそのアルミを元にして切削で製作する部品群とはまた異なる樹脂だからこそできるこうなんか製品作りっていうところで、今ね、プルーサマーク3、プルーサ i3 マーク3プラスかっていう、これねチェコにある、メーカーさんですねの、10万円以下で購入できる 3D プリンターの、人気ナンバーワンみたいなね、モデルを今2台こちらで使っています。でね、ここ最近ですね、その当社で売れ筋のマッシュルームファンネルですね、低速のピックアップが良くなって、キャブセットもね大きくちょっとやり替えて、しまう形にはなるんですが、かなりね高効率でパワーアップ、トルクアップが可能になる、今までありそうでなかった、あるはずなのになかった、うんちくはいっぱい書いてあるけれども実際使ってみたらそんなにパワーアップするもんでもなかったよねっていう製品群から、当社がねなんかね、こうやったら本当に吸入効率上がってパワーが出るんじゃないかなっていうことで、製作テストをした結果ものすごくフィーリングが良かったもので、そのマッシュルームファンネルを製品化するにあたってね、一番最初ねそのこの 3D プリンターで作ったモデルっていうのが、ABS っていう樹脂を使って作りました。 ABS ですね、皆さんご存知のカウリングなんかのね材料になっている素材なんですが、この ABS で作ったんですけどね、やっぱりその ABS 自体がガソリンが吹き返して当たってしまうような条件下で使うとやっぱ脆いということで、変色したり変質したりするっていうことでちょっと ABS は使えないなということで、第2、ロットとしてどれだこれですね、こういったね PETG と言われるね、ペットボトルのペット PET とグリコールって言われるね保湿剤ですねを混ぜ合わせた、ブレンドしたこの PETG と言われる素材を使って、プリントアウトをしていきました。っていうか今もね売っております。で、これが比較的粘りもあって強度もあって、で、対ガソリン製としても使えるっていうことでね、今、主力で売っているのはこの PETG という素材を使った樹脂モデル、マッシュルームファンネルをはじめというところで、でね、ここ最近ですねより強固っていうか丈夫な素材として出てきたのがね、これね今テストしているポリメーカーって言われるねメーカーさんの、老舗ですね、ポリメーカーさんのポリメイド、COPA コーパって言われる素材ですね。これ、6.0 ナイロンと 6.6 ナイロンをブレンドした、要はナイロンフィラメントって言われるもので、でね、耐熱温度も高いんですよね。これがねプリントがね250度から270度で出力してくださいって言われるもので、耐熱温度むちゃくちゃ高いんですよ。でね、これ結構自動車部品とかオートバイ部品のねアフターパーツで使われてる素材で、ちょっとこれねこの PETG に比べて約3倍のコストがかかってしまうものなんですけど、どうせねちょっとね高性能狙うんだったらこれをものにしてみようと思って、で 3D プリンターでね何回もチャレンジしたんですよ。これがねもう残りわずかですけど、これが3巻目ですね、3巻目で、あと2巻はどこに行ったのっていうと、ゴミ箱の中に全て消えてしまいました。あのね設定がすごい難しくて、その密着がむちゃくちゃいいのはいいんですけど、糸引きが出たりだとか、
ちょっとね表面のあれが出たりだとかっていうところで、今ねこのちょっとね素材に翻弄されております。でね、この素材のために今ね上にドライヤーっていうのを入れて、フィラメントを常にね50度で乾燥し続けながら出すような形をとってやってたんですけど、やっぱねここのテーブルの上にねこうフィラメントがビューッと乗っかっていった瞬間にやっぱこう湿気を噛んでしまってるのかなとか、あとその上に行けば行くほどなんかねバラバラってしてくるんですよね。フィラメントがなんかばらついてうまくこう何成形ができなくなってしまって、で最後ねそのノズルなんですけどね、 3D プリンターのこう吐き出してるね 0.4 ミリのノズルがねそこに引っかかってね玉砕するというトラブルに見舞われました。で今ちょっと 3D プリンターでこれ PETG の素材を使って、自らねこの 3D プリンターのノズル周りの部品を新規で作っております。でちょっとねいろいろやってみたんですよ。ドライヤーを使って乾燥させる、それからね今これ全てをこれねメタルラックっていうので、ここメタルラックの足も 3D プリンターで作って、ちょうどね 3D プリンターが2台収まるようにメタルラックを作りました。で今ね、5方ですね、5面をこのビニールカーテンで囲って、なんかねほんわか今40度ぐらいあったかい状態で、制作ができるようにちょっとやりました。でね今見てるとものすごく表面の出来上がりが綺麗になってるんですね。でまだちょっとナイロンはね怖くて、このコーパーはまだちょっとねこの状態でチャレンジできてないんですけど、今やっている PETG に関してはものすごく表面が綺麗に成形できるようになりました。はい。でちょっとねこれ今ね私の Y63 のアッパーカウルをちょっと作っているんですけど、ライトカウルですね。でこれ4分割で作らないとちょっとこのちっちゃいね 3D プリンターでは入らないので、裏をねこんな感じでネジでねこうジョイントするようにして、上半分を左と右で2枚、下半分を左と右で2枚という形で計4枚でね、作ろうとしています。でこんな形でねステーも全部一体成形で、今の、フレームから来ているねステーに直接ここが取り付けれるような形で今設計をしました。でこの上にメーターが据え付けれるような形で、メーターホルダーもこんな形で作りました。これをね今やってるんですけど、左のねプリンターで出したものがこっちなんですよ、こっちで、右のプリンターで出したのがこっちなんです。でね表面のね仕上がりがねこっちガサガサなんですよね、ガサガサなんです、なぜか知らないすごくガサガサで、でいっぱいつぶつぶしたものがついちゃって、でねこれがね何が差なのかなって、機械もほぼ同じ状況なので、唯一違ったのがねノズルが違ったんですよね。で今ね、D3E っていうメーカーさんのちょっとねアルミのね、削り出しのねちょっと冷却効果の高いスペシャルな高級なちょっとノズルをねこっち側使ってました。で高級なノズルで作った方がツルツルで綺麗なんですよ。でプルーサの標準でついていたノズルでやったものはちょっとガサついてしまったので、今ねその高級な、予備で買っていたノズルをこちら側にも装着して、今ねどちらも全く同じ仕様でスタートいたしました。これでねどれだけ綺麗にできるのかちょっと楽しみにしようと思います。これがね一応1枚作るのに約ね30時間かかるので、明日の夜にはこの下側のねプレートができてくるかなっていう感じで今やっております。ちょっとね 3D プリンターもねほんと難しくて、で元々はね趣味でやってたのが、PLA っていうプラスチックですねを、生分解性の高いプラっていうのを使ってましたが、
それはやっぱ強度が出なくてパーツとしては使えないということで、PETG っていうものを試したり ABS を試したり、それから今はねこのナイロンフィラメントっていうのをちょっとテストしております。これかなり強いみたいなんで、今後はね、マッシュルームファンデルも PETG の使用は少し値を下げました。でその代わりちょっとね価格高くなるんですけど、このナイロン仕様も、ラインナップしていきますので、で今ね PETG で、マッシュルームファンネル使われている方に対関しては、まあ、こちらでも履歴残ってますので、もしねこのコーパ仕様ですね、ナイロン仕様が欲しい場合は、特別にですね、半額で、お出しをするような形を取ろうかなと思っております。なので、コーパーもし必要であれば、またね LINE の方でお問い合わせいただければと思います。そしてね変わり種で言うとねこんなのもありますね。これ TPU っていうねこれ、ゴムライクフィラメントっていうことで、作るとねゴムみたいになるんですよ。で今私のね Y63 ダイレクトイグニッションになっていて、で GSXR1000 のねイグニッションコイルを流用で使っております。なので、ね、ちょっとねイグニッションコイルの長さが長くて抜けちゃうんですよ、振動で。プラグの先っちょのねネジの部分だけがこうカリカリって引っかかってるだけで、振動で走行中にねポコッと外れちゃうんです、イグニッションコイルが。で走行しながらこうやってイグニッションコイル押さえたりしてるんですけど全然ダメなので、純正と同じようにねこういったゴムのギザギザのね部品を作って、でこれをイグニッションコイルの、ちょうどねシリンダーヘッドに、シリンダーヘッドカバーに潜るところへボンドで接着剤で固定をして、これがねギザギザになってるんで、まあ、抜け止めになる形で作りました。これがねこんなほらゴムのような柔らかい素材でできます。なのでね今は本当に硬い素材、カチカチの素材からこういうね柔らかい素材までいろんな素材が今できています。でこの後にねこのコーパナイロンフィラメントを攻略した後にはこれにね今度はカーボン繊維をね、含有した、ブレンドした製品なんかもあるので、まあ、これのねまた倍ぐらい値段しちゃうんですけど、ちょっとねそのカーボン繊維が入ったフィラメントも今後はテストしていこうかななんて思っております。で強度が必要な部位はその極端に削りで作ったり型を起こすんではなくて 3D プリンターで結構強度も必要なパーツも作っていけるようになるんじゃないかななんて思います。私のね今回ちょっとアッパーカウルね製作をしているのも今度の10月22日の、デグナーライディングフェスタで少しでもねストレートで楽したいなと思って、今やっております。こんな形でね 3D プリンターも日々ねちょっといろいろ研究をしながらやっています。ちょっとね本当より綺麗なものがねできるように提供できるように、頑張っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで、今日はねちょっと 3D プリンターね翻弄されつつも少しずつ前進ということで、いろんな素材をテストして、より良い製品作りを、頑張っていこうと思っておりますという動画配信でした。はい、またねよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。